バックスタブ、バックスタブ連打しといて、上は、もうダメージ効率重視で、ガンガン、攻めるっていう、もう早め早めに、っていう方が、いいかな。これ、術ポイントが足りてないんだけど、なんでさっき、この辺、あ、そうか、魔王の盾してるからか。もう、魔王の盾装備したせいで、魔王の盾装備したせいや、これ。あー。上手にできたんだな。上手にできたある。ほんとに。素晴らしいです。これでベルセルク行って、ベルセルク行って、主人で、ロビンに。それやったら、ギリギリプラスになるぐらいでいけるんじゃないかなと思うんですけど、ゴイゴイ作戦ね。あの、ベルセルクを、覚えてることを思い出したんで、ベルセルクで、こっちはもうバックスタッブ。これベルセルクで、これ、ロビンベルセルクで、で、こっちバックスタッブね。で、もうバックスタッブの即死にかけて、こっちは。で、これスクリュードライバーをぶち込みまくるっていうのはどうですかね。これどうですかね。もうあの、オバハンの乾ききった、オバハンの体に、スクリュードライバーをぶち込みまくる。なあ、ゴー、ほら、さあこれでどれぐらい攻撃力変わってるかちょっとわからないですけど、シェッ、くそ、くそ、くそ。あ、これ、血になってるな。血属性になってるな。さっきこいつ倒すか、もうマジで。こいつにもうねじ込むか。こいつを。ねえ。もう、ここを一発勝負で、ここねじ込んで倒すことができたら、実は虎血陣状態だったら、ボルカノそんな強くないじゃないですか。それにかけてみるか。え、全然効かへん。なんやねん。600、600、600、465、394、バックスタッフ、よいしょ、577、よし、まだ回復されてない。来てる、来てるぞ。これ、スマッシュに変えます。いけるんじゃないか、いけるんじゃないか、これ。死ぬな、死ぬな、ノーラさん、大丈夫か、大丈夫か、これは大丈夫か、死んでないでしょうね、大丈夫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 、ナイス、ああ、こら、うわ、もう、うえ、あかん、ちょっと待って、ごめんなさい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 、コントローラーがおかしなった、おかしなった、はいはいはい、あー、もう、うわー、水変わった、もうマジかよ、めっちゃ強え、魔王の盾装備してるせいでえらいことになってる、消費技ポイントが。あー、もうマジかよ、体力すごくね、このババア。いいやね、うわー、すげえなこいつマジで。いつになったら死んでくれるの。終わりが見たいですよね。死んでくれないと、これちょっともう終わりが見えなすぎてすげえ辛いな。
いや、いけそう、そうなんですよ。いけそうな気するんですけどね。いけそうな気がすんねんけどな。いや、ウンディーネ次第なんですよね。ウンディーネが、正直、どの程度か、なんですよね。もう、あと、もう少しで削れるところまで来てるのか来てないのか。魔王の盾はやめておこう。魔王の盾はやめておきますよと。もう、気持ちもうちょっと戦うか。しゃーないな。うわ、新しいやつ来た。アフカル。状態異常がね、その、なんていうんですかね、ターンをね、引っ張ってくれればね、いいんですけど、こっちはさ、寝たまんまになるのに、もっとすぐ起きよるからさ、あれがちょっとずるいよな。こっちばっかり悪い面がね、悪い面ばっかり押し付けられるんですよね。正直ウォーターポールの、ウォーターポールの、この確立次第みたいなところがちょっとありますね。ウォーターポール次第っていうところがかなりあるなぁ。デザートランスでノーラ真ん中で防御でおとりにしてバックスタッフ。バックスタッフのことですかね。バックスタッフってなんかもう派遣会社みたいな感じですけども、あかん感じの派遣会社。今の隊列的にはどこがどう食らうっていうのはあんまりないんですけど、まあ例えばファイアウォールだったら前の2人が食らうとかそれぐらいで、基本は結構まんべんなく当たりますね。ただもう全体攻撃ばっかりなんで、あんまりそれも関係ない。守備力が一応、全員揃ってる時は、強いっていう状態ですね。防御状態と一緒ぐらいだったはずなんで、守備力が。つれーなー、こんな井戸の中でずっとずっと戦ってずっとずっと井戸の中で戦って、さあじゃあもう一回再挑戦しよう。ババア集中狙いいきます。これでもう倒しきれるかどうか試してみます。一回ビリビリっと688ちょっと覚えておこう。もう使えねえな本当に。480385614
まあまあ入ったね。2000ぐらいは入ってますよね。全員の攻撃で綺麗に入れば2500ぐらいは入るってことやな。よし、これダメージないやつですね。これ何が起きてるのか分かんないですけど、ダメージはないから、まあありがたい。決まれ。よし、570、これで2500ぐらい。よし、3000超えて、よし、3500、約4000まで来てます。全然ポールが出てない。4600ぐらいまで来たな。倒す、ラッキー、倒す。ここはもう倒したい。マジか、もう5000超えてると思うぞ多分。めっちゃ強い。強い。なんじゃこいつ。ほんまに？ほんまか？お前は。お前はほんまか？強すぎんねんけど、ほんまに。よし、倒した倒した。もうあとファイアウォールだけしてくれ。よしよしよし、優しい優しいおじさん。もうお前あとファイアウォールだけしとけ。もうええから、もう OK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 。 ファイアウォール、ファイアウォール、もうあとファイアウォールだけで頼む頼む、許してくれ。脳天割り、いやもうダメージやな、ダメージ。バックスタッブいきますか、特殊狙いで。348395、よし、約750。はい、今1300。どうですかねこれね、ダメージね。どうですかね、バックスタップ特殊できなかった。特殊を狙いに行くか、それともスマッシュで当てに行くか。スマッシュで当てに行きます。バードソングさすがに見とるな。一人生き返らせるか。ファイアボールを時間稼ぎに使うことができる。でもバードソングもそんなに強くないから、体力的には持ちそうな感じはあるけど、悩むな、悩む。269、よしよし、ラッキー、ついてる。よし、これ行動詩人の方が早いんで、脳天割りできますね。スピード的に詩人の方が早いから、脳天割りの方が多分いいと思う。もしね、させることができたら1ターン稼げるし。あー、速さで負けた。大丈夫。276、寝た寝たけどすぐ起こす、寝てすぐ起こす。いやー、キワいなー、キワいなー、キワどいなー。いやいやいや、キワどいなこれ。ナップナップ、ダンシングリーフ、キワどいなー。傷薬、あー、もう悩む、むちゃくちゃ悩むんですけど、これ攻撃いっかー。傷薬2つあんのよね。あるけどさ、これもう攻めないと。
1ターン稼ぎますか。寝ろ寝ろ、寝たー、よし、これでファイアーオール1回分稼げる。よし、ライトニングピアス先制、確実に先制しときます。よっしゃー、よし、よっしゃー、やったー。なんでこんなセルフ苦行をやってしまってるのかわからないですけど、よし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 、やったー、マジで嬉しい。吹き慣れようにしろ。二人ともあんまり街の人と視聴者の人を困らせるなよ。やったー、やったー、ありがとうございます。やったぜ、しんどすぎたしんど、これもうしんどすぎた、もう。よかったー。ありがとうございます。脳天割り最強説。やったったぞ、これ。あたたたた。危ない危ない。やったぜ。うわ、もう固めとんなー。デッキーがほら。デッキーにはどいてもらって。やったマジ嬉しい。よっしゃ、あー、よかったよかった。いや、こんなね、これももうミスです、僕のミスです。ほんと申し訳ないですね、皆さん、ほんと申し訳ないです。早く行き過ぎなんですよね、完全に。あそこもっと後で行くべき場所なので、一応シャクレがおらへんかだけ確認してます。シャクレはね、どこにでも出没しとるんで、シャクレがいないかだけは確認はして、よし、じゃあ、次のイベント行こう。西の森行っときますか。よかった。あ、ソーダオさん来てくれてたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます、ソーダオさん。ソーダオさんは仕事中かな、多分。変な動物捕まえてこういうパターンですね。どれのことやろ。どんなやつやったっけ、忘れたな。ね、ちょっと極意欲しいんで、ジャストミートも極意欲しいんで、とりあえずジャストミートをずっと使い続けます。ジャストミートの極意はかなり欲しい。ああ、ありがとうございます。早めに行ってギリ勝つ感じがたまらんと言っていただけたら、もうそれだけで嬉しいですね。僕的にはもう全然これ楽しいんですけど、もう見ていただいてる方はお前何やってんねんっていう、いうぐだり方なので、本当申し訳なくてね。あれ？こいつか？こいつのことか？スルーしたけど、あれ？あ？これのことかな？これ？あ、これか？これっぽい、これっぽい。え？これ？マコ？マコさん？こんなとこでスカウトされていたとは。マコさん、ちょっと待って、マコさん倒してよかったっけ？わからへんな、倒すぞ。マコさんでしたか？倒すぞ。キック。弱っ。いいのか？マコを捕まえた。よっしゃー。マコさんゲット。よし、マコさんゲット。マコさん新宿にいたと思ったんですけど、こんなとこにいたか。石野の方は志村の横にいますね。
いつも志村の横にいる。石野陽子も石野真子も、基本的に、あ、おたおたおた。次は？何やお前は。誰やお前は。お前は誰や。鬼面相。鬼面相。人面相やったら、昔、マガジンかなんかの恐怖漫画で見たことありますよね。その、鬼面相って、その、鬼面の部分よりも、その、顔があることの方を驚いた方がいいような気がするんですよね。変な顔してる草や、みたいな言い方してますけど、人面相で良くないかっていう、その人面相ありき、人面相はもうあるっていうこと前提で鬼面相って名前つけてしまってないかっていう。あ、寝てはるな。寝てはる。むくちゃ。こういう、服ちっちゃ。短乱やん。短乱なんですけど、服がちっちゃいこれ。これ寝てはるからあんま起こしたかんちゃうぞこれ。反乱を着ておられる。起こしたらブチ切れるんじゃんこれ。てかセーブしてないな。大丈夫かな。セーブしてないぞ。今思い出したら。寝ろ。タバコ吸ってんのかなこれ。煙がすんごいんですけどなんか。大丈夫かな。怖いな。ちょっとだけ怖い。またドールに切り替えようか。まあまあ強い。縦貫通して14食らってる。まあでも、死ぬほどじゃないね。服ちっちゃすぎやけど、ちょっと色使いはおしゃれですよね。おぉ、ちょっとまたどうだったのに。ああ、よかった。よかったよかった。全然強くないわ。全然強くない。体力はありますけどね。普通にぶち込んでいって大丈夫かなこれ。大丈夫そうなんでガンガンいきます。怖い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 。どこから出てんねん。ガスの出どころがおかしい。脇から出た今。高温ガス脇から出た。いるけどたまにあ、脇から高温出すガス、脇から高温ガス出す人たまにいるけど、はい、ムクチャを捕まえた。3匹ぐらいですよね確かね。今完全に脇からうわって赤いのが出たんですよね。あ、まだおるわ。まだおる。え、何匹おんのこれ。次。あ、かわいい。ウサギや。ウサギ、バーニー、そのまま。バーニーのホデックだ。完全な虐待。バーニーなんか時計持っとる。よく見たら。4時ですね、しかも。そこそこちょっと腹減ってきたぐらいの時間。軽い腹が減ってきたぐらいの時間の時やったんですよ、今。井戸にずっと入ってて時間の感覚がなかったですけど。バーニーゲット。オッケー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 。ちょ、セーブ忘れた。こんだけかな ?4 匹かな。ワンさんはちょっとスルーして、お読みにくい。あら、いらっしゃい。お客様なんて珍しいわね。ここが誰の館かご存知？教授の館よ。教授？そう、人は教授と呼ぶわ。あ？これはなかなか美人ですね。え、何してんの？歌ってる。
頂点どっちのゴリムチュー。お、大大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 天体。青は愛より青く花より団子。そこだけはちょっとわかった。目が回るほど素晴らしいのよ。はい、その人はどこに、ここにいるやん。今あなたの瞳の中にいるわ。おー、詩人やな。そう、私が教授よ。そう、私は天才。私は万歳。私は三、いえ、私は20歳。サバ読んだ。サバ読んだ。結構サバ読んだ。明らかにもう10歳以上サバ読んだ。帰ろう。お待ちになってよ。私、頭がいいだけじゃありませんのよ。顔もいいですよね。最高の美しさ、完全なプロポーションも備えておりますのよ。こんなナイスバディの美女を一人にしていくつもり？いや、そんなつもりはないですけど。実はお願いがありますの。私の可愛いペットたちが4匹、森に迷い込んでしまいましたの。探して連れてきていただけません。いた、いたよ、いたよ、もう。連れてきたよ、もう。連れてきてくれたんですね。ありがとう。あ、始まって終わった。お礼に熱いキスを。ありがとうございます。実はね、また逃げ出したのがいるのよ。アルジャーノンっていうネズミよ。でも、それはペットじゃなくて、スバイク校から頼まれて作った天才ネズミなの。あいつは性格悪くて大嫌いだから、どっかでのたれ死にしてくれると助かるわ。もし見つけても連れてこないでね。アルジャーノンっていうネズミがおる。ああ、そこは秘密のお部屋。覗いちゃダメ。そう言われたらめっちゃ覗きたいな。まあいいか。なるほど。アルジャーノンってやつと出会ったら、こいつが作り出した化け物やっていうことですね。じゃあまあ、まあ後々出会うでしょう。後々出会うことになるでしょう、アルジャーノンさんとは。花束を渡しておきましょう。ノーラ外したい。ノーラ外したいんですけど、ジャストミートの極意得てからにしたい。正直。全然やってくれへんな、ジャストミート。技多分ね、発動しないと、極意を覚えなかったと思うんで、選んでるだけでは多分極意は得られないですよ。確か。だったと思いますね。よし。じゃあ、ちょっと長くなったので、ここら辺で、今回は終わりたいと思います。はい。次は、そうですね。ぼちぼち多分ね、イベントまたいろいろ発動してくると思うんで、ピドナ行っとくか。とりあえず、開発が多分終わってるから、開発だけ見に行きましょうか。ね。武器開発終わってると思うんで、さあどうでしょう。お、シャクレ軍団、シャクレ軍団頑張ってます。カルシオン完成。そしてパルチザンシルバーフルーレ妖刀、なんていうのね、立つ光ですかね。妖刀、とりあえずこれいくか。では開発に取り掛かりましょう。魚鱗の鎧ゲットです。で、プロテクトスーツですね。で、あのプロテクトスーツいってください。パルシオンがとりあえずここに枠入れられるんで、よしよしよし、これで強くなったな。と、魚鱗の鎧ですね。魚鱗の鎧も多分かなり強い。うん、いいね、強い。一気に強くなった。いいですね。非常にいいですね。イジットレーザー。よし。じゃあ開発をお願いしましたので、ちょっとトーマスのところ行ってみよう。イベント発生してほしいんですけどね。やりたいイベントがあるので、あー、もうめんどくせー、こいつも。これで虎穴陣がまた変わってしまうので、まあまあまあ、次リブログね。
トーマスいます？ちょっとトーマスに話聞かせてください。トーマスからの依頼じゃなかったかな。違うな。ここ確かここかなんかに人が来てるはずなんですよね。まあいいや。はい、じゃあイランモンも仲間になったところで、はい、では今日のところはこの辺で終わりたいと思います。